はい、こんにちは、人造です。今回ですね、サイリスタ使っていこう。でこの子ね、ベースがねあって、ベースが SO928D っていう名前なんですけど、まあ、この子ね、サフィーラでめっちゃ強いなと思ってる。このベースは1ターンで打てるし、で、まあ、10強スキブとかつけれるし強いかなと思ってる。で今日はね、この究極進化サイリスタ使うんですけど、まあ、これは普通に、まあ、デイトナで強いなって思っちゃう。でスキブと10強、まあ追撃は分からんけど、まあ、10強をつけれたりして強いなと思ってる。で4ターンで打てる覚醒無効全開と回復力上昇、まあこれが普通に強いかなと思ってるんで、ちょっと今日はねこの子をサブに、デイトナのサブに入れて裏マロの試合じゃやっていこう。で裏マロなんですけど、裏マロがね、俺あんまりダンジョンの詳細があんま分かんなくて、ちょっとやっていくわ。でデイトナに、地風の武器で、この闇ダメージ軽減は裏木工場行ってた時の名残なんで、まあ、全く、まあ、遅延の方がいいかと思ってる。でバルキティシェールに5連ガチパー、ハンスにエクゾディアで、サイリスタにダメージ吸収、属性吸収じゃないわ、ダメージ吸収でヨグソトースに、これは消せない覚醒のインドラの武器で、フレンドさんがマコズミ、やってこい。よし、やっていくぜ。もう溜まってるんで、まあ、遅延来ちゃうけど、これ打てないか、そっか、片方変身できるんで、そうね、これ打ってチャージして、これも変身しとこう。変身して耐えれっかな耐えれっかな。これ欲しいよね、この上のスキル欲しいよね。まあいいか、打っていいか多分。まあちょっとごめんなさい、ちょっと多分打っても大丈夫だと思う。でこうして、まあこんなんでいいかな、こんなんでちょっとパズルミスったけど OK。 これで半減張ってるんで、まあ大丈夫かな。いいね、耐えれてる、全然痛くないダメージ全然痛くない。で打って、でこういきまして、4消しとか意味あるかな。 OK、これであんまり意味ないか、まあいっか。で倒して半分いきまして、あと1ターン溜めれるんで、ちょっと溜めていこうかな。2ターンで怒るんだっけ。裏回りに全然いかねえから全然わからん、何してくるか全然わからへん。でこういって、まあこのままでいいかな。いいね、パズルもまあまあ快調。さあ、まあ、ちょっともう突破しちゃおう。ちょっと怖いんで突破しますわ。 で倒して、あ、いいね、2億8000か、まあ、2億8000、まあ割かし出てるなっていう感じはする。いいね。で操作時間減少食らっちゃったか。ちょっとこの、なんでしょう、ウルトラマンの武器残した方がいいかもしらんけど、ちょっと指減少きついよね。6秒、あ、全然きつくね全然きつくないから、ちょっとこのままいくわ。まあ、こんなもんでどうかな、こんなんで OK。 これで4弟子入りまして、で倒せるかな。この子あれだっけ、42億出されたらだっけ、ちょっとあんま覚えてないな。であと1ターンね、で耐えれますよね。 OKOK。 ねこれは、まあこんなもんで、ここにとりあえず4消しは、4消しを忘れることは絶対にダメなんで、それ意識して。OK。で、これ打って、これハンス、どうしよう。これちょっといけんのかな？これでいけないかったら、もう俺のパーティーは、正直弱い弱いです。でいけるかな。これでちょっと落ち込みいっぱい来ていいかな。あ、いいね。で怒るかな。あ、そっか、白道が来るんか。でこれ打って、やばい、変身全部できたよ、めっちゃ楽しみで。 OK、 これで、いや本当に勝ちたいね。なんかすごいね、俺最近っていうかもうめちゃくちゃね、負け動画をいっぱい出しちゃう人なんですよ。だからそういうのってさ、あんまりさ、
あんまりそういう視聴者さんもさあんまり 見たくないじゃんそういうのって。だから、まあ、今回はめちゃくちゃ勝ちたい。で打ってデートのエンハンスが3倍ですね。まあ、3倍あればまあ全然いいですよって感じです。なんで OK で OK 落としにしていいね。たこ焼き誰か持ってるわ。ヨグソどうすか。いいね。まあ、この1個あっても十分なんか1個あるだけですごい全然違うんで。で耐えて、いや強いね。デイトナマジ強いね。俺ちょっと俺の相棒あれにしようかな。俺の相棒をあれにしようかな。デイトナにしようかな。いいね。ちょっと俺デイトナにちょっとあのカリンちゃんが俺ずっと好きでカリンちゃんをずっと推してるんだけど、いやデイトナいいわ。俺好きだわ結構。デイトナめっちゃ好きだわ。で覚醒向こう来たんで、これも打っちゃおうか。これも打っちゃって、これ強えなこの武器で、ファインド回復して、まあ激減が続いてる時間の時にもう行った方がいいんで、激減続いてる時に行った方がいいんで、そうね、もう倒しちゃおうか。で倒して OK 半分来ました。 OK で耐えて、あとあこれってダメだっけ。ダメだよね。これってもう一回発狂来るよね確か。ならば回復光、あーちょっとなんちゅうパズルで OK で、おー落ち込むピンポイントですぐめちゃくない。いいね、楽しいわ。で最近ねこういう雑談もいらんのかな。なんか底辺、俺みたいな底辺みたいなさゲーム実況者がなんか雑談してもあれですかね。なんか雑談してもさなんかなんていうの面白くないかなでこれで OK で待って10コンボしてた今。10コンボした俺。あしてそう。フォーリンラブマグマローリング OK でこれ打って、なんだこいつハンスって何、水か光で1コンボかさ。あなるほどね、そういう系のリーダースキルされてらっしゃるんだ。じゃあやばいパズルがすごくやばい。で OK 10コンボ出ました。さっきから落ち込んだ。素晴らしいんだ。いいね。いや俺さノエルがめっちゃ足んないんだよノエルがめちゃくちゃ足んなくて今0対所持かなだから59チャレンジとかやりたいんだよね。上限隠し条件のやつ OK で打って、回復力あーこれ溜まってんのか。ちょっとこれどっかで早く打ちたいな。ねちょっとこのウルトラマン継承したミスプレイだったかもしんない。でも裏物ってさあれ来るよね、ダメージ吸収飛んできた気がする、記憶あるんだけど。でいや俺ですね今日はですね3本投稿4本これあこれ含めて4本投稿してるっていう、ちょっと鬼の毎日と鬼の4本投稿してる。でこういって OK これでまあ4消ししていいね。回復力どれぐらい ?3000 13000しか回復できませんでした。で7回、もう半分きた。あこれ遅延きたか。おなるほど、それが来るか。ちょっとダメージ吸収ここ内にかけて打っちゃうか。これ打っちゃうか。おいいね、うおいいねいいねしか言えん、語彙力終わってる実況者やけど OK。 えなんかすごいこの覚醒、このスキルさよくない、落ち込んなしっていうところがなかなか、ま、なかなかマニアックなスキルやけど。で OK でこの水の消せないもあんまりやばいな。待ってちょっと怖いなこのリットたち、怖いわ、ちょっと怖いわ。
まあ、ハーツ使えばよかったか。なんでさ、俺さ、流湯師の動画上げたじゃんか。流湯師の動画上げてたと思うんですけど、いやあの時よりね、ちょっと声が小さいんですよ声が小さいと思うんですけど、じゃあね、まあ言っちゃうと、言っていいんかな、これなんかあんまり個人情報とかプライベートだからさ、あんまり言わん方がいいかもしれんけど、これ大丈夫かな。あと2ターンか。個人情報だから言っていいか分かんないけど、あの時ね、流湯師降臨の時実家で撮ってたんで、めちゃめちゃ大声出してもね、良かったんですよ大声出しても誰も怒られないんでいいんだけど、今ちょっとそう、あれね、ちょっとあんま言いにくいけどまあ騒音問題があるんで、で今帰ってるじゃなくて、まあ今あれしてるんで、で、まあ、騒音問題にちょっと巻き込まれたくないんで、ちょっと声控えめで撮ってる。で OK、 16個もして、あ、その落ちコインやばいぞ、めちゃめちゃ削った、いいな OK で耐えて、いいね、裏物いいね、程よい難易度っていう感じですごい好きだわ。やばい、ちょっと待って、指現象、そうだ、食らったわ。さあこれで落ちコンもいっぱい乗って、いいね、落ちコンが素晴らしい、いけ、いいね。この再リスター、この子ね、副属性も光っていうのがすごい強い。で、あと3ターンでこれ溜まるんか、これが溜まってもいいか。 OK、 打って、あ、来た、これ打とうぜ。あ、でも回復力そんなにあれかね、回復力ちぎられててもそんなに苦じゃないんで、まあいいか。で行きまして、うわやべえ火力やべえ、こんな火力出るってか、あれですかね、もう裏マローがもうインフレが進んで、裏マローがもう敵の HP が少ないんか、そうやな、それやな多分。で打って、でこれも貯めたいね、2ターン激減で、ちょっとこれ優先的に組む。 OK で、ちょ、パズル下手ってあんまり言わんといて。で13コンボして、やばい、楽しいすごく楽しい。でオーラフラッシュ射して、いやこれやばいね、次先生来たら多分やばいんで、ネプチューン来るのに、かネプチューン来ないこと祈って、で色欠損してるんでこれも打っちゃって、や、危ないねで、4ゲスとかあんま意味ないけど、これ何倍、あ、これで見るんか、3倍、え、3倍、すごくない、3倍って。でやばい、ちょっとミスった、で回復力どれくらいだろう、うわ、めちゃめちゃ回復すんだけどなんじゃこら。で12回、シェリアスルーツ、この子属性吸収だっけ、あ、これハンス打とうね、これはまあハンス打ってはまあ問題ないんで、でこれも打っちゃって、めちゃめちゃ硬いてで、いや本当に実況者っていうかさ、スマホの実況者、スマホしか上げてない実況者だからさ、スマホをずっと持ってるからさ肩が痛くなってくんだよ。でウェイ4弟子2つ含めました、これでどうかな、うん、ちょっとまあ若干削っとこうか、若干削っといて、であと半数一旦 OK で回復して OK、 指現象もなんかそんな気にならないな、まあ、3秒だけど、まあ、組めなくはないっていう感じで倒し、あ、いい削り、いい削りで、全員スキル立ったんで、ハンス打とうかな、ちょっと指検証終わったタイミングで行きたいから、かといってそうね、ハンスじゃなくてその半分行ったタイミングで何かしてくると思うから、そうね、ちょっとこれはこれで、おお、いいルートいいルート、リクルート OK で、これで倒せるかな、いいねいいね。で13回、はあ
嘘やろ嘘やろ、え、こいつ九州だよね、嘘やろ。あれあれ九州じゃないっけ。あれ俺の記憶だったら九州だ、あれ、まあいいや、九州来なかっただけでもう嬉しいね俺は。でこうしてウェイ4ゲシ4個 OK、 これでこれでどうかな。 75% 盾張ってるけどどんだけ削れっかな。止まれ、おおいいね。で毒見せないか、あそれ弾くわ。で毒も弾いて、お来たんじゃないボスいいね、裏マロスこんな簡単になってんの今。ねこうかな、 OK。 うわやばい、待った、やばい、全部こげしになった全部こげしになった、やばいやばいやばい、待って待って、あいけるわいけるわ、いいねいいね。でボスですね。さあここなんですけど緑だ。でここなんですけど、このワカメは、ワカメは多分半分切っても同じだよね、行動半分切っても。これ溜まってるんで、うわーこれわかんねえ、ちょっと行くタイミングがわかんねえL 字しとこうか、あれね、 L 字しとこうね、ちょっとこれ怖いんで L 字しといて、まあこんなもんでいいんじゃないか、繋がらないように OK。 でここはまあ攻めなくていい気がする、ここは全然攻めなくてもいい気がする。いや落ち込んできたけど、まあ OK。 これどういうタイミングで行ったらいいんだ、いやわかんねえ全然わからん、全然わからん、待って、これ打って、全然わからんな、ちょっと待って、多分半分はまではいかないでしょ、ウェイ組んでも半分はいかないと思うんで、ちょっとこんだけ本当に回復とか組んじゃって、こんなんでいい、こんなんでいい、まあ、ごげしになったもう一応ごげしになった、なったらなったでいいや。で、あ、今4ゲシ組んでたらちょっと死んでたかもしんねえな、ゲームオーバーになってたかもしんねえ、オッケーオッケー。で、お邪魔耐性持ってない、打ってハンズ打とう、でこれも打とうね、バステルとかやった、打ってオッケー、うん、まあ一個は行くみただけでもう丸儲け、オッケー。でこれでやばやば、待って、これ半分ダメだっけ、行ったら、え、この状態で半分行って発狂来るっけ、うわわかんねえ、マジでわかんねえ、ちょっと待って、わからんわ、ちょっとこれ耐えてさ、これ5ターン貯めるべき、 OK いいね。いやちょっとこれ分からんので、発狂、あでもこれいいこと考えた、ピキーンってきらめいた。でピラメキーノしたんで、これね半分いかないまで、いかないぐらいのとこまで調整する。でまあこんなんでいいっしょ。で、こげしにしとこうね。ウェイにしたらめちゃめちゃ軽く打てるんで、闇の列なんで、でやりませんと。で、緊張してるめっちゃ。で、いいね。お、ロックか。これ、あー、まあ、あえて打たない、あえてデイトナを打たないっていう選択肢もあったか。じゃあ、これは、L 字しようか。L 字と回復、危ない、 L 字と回復 OK。 これでこれで半分いったら嫌です半分いったらすごく嫌、いったかな、いっちゃったな多分な、うんいったな、うんいったね、うん行ってねえわ、行ってねえ行ってねえ、じゃあこれ打って、でエンハンスして、でハンス打って勝ち、まさかの勝ちOK すごく嬉しい。でここもウェイクの
ッケーオッケーオッケー、行った行った、これ行ける、やったやったぜ、マジかマジかマジか、やった、嬉しいんだけど、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、でうっオッケーして、いいね、やった、プラスもうまい、めちゃくちゃ報酬うまで、まあ使いましたね、この子サイリスター使ったんですけど、まあめっちゃ強かった、普通に、まあこの覚醒スキルも強いし、何よりねこのスキルがめっちゃ強かった、なんかあれですよね、あれでしたよね、めちゃめちゃさ覚醒向こうとか飛んできた時にめっちゃ活躍したよね、このスキル、なんでこの子はめっちゃ強いと思う、まあ、この子あれですね、星6なんで交換はできないかな、サイリアじゃないんで交換はできないけど、まあかなりの強い強みを持っているキャラなんで、まあ、是非とも持っている方いれば、まあ、データのサブに入れてあげてみてくださいっていう感じかな、よし、もしよければチャンネル登録、高評価よろしく、じゃねー。